国内式を軽く振り返りましょうか。はい、国内式はうちらの地元のちょうど真ん中で挙げます。習慣にしたっていうのは家族じゃない？家族、おじいちゃんおばあちゃんを思って真ん中にした。基本持ち込みで全員東京から持ってきて、うん、そうそうそう、ありがとうございます。カメラマンとビデオグラファーの人もなよく会います。そうそうそう、なかなかのすごい人たちを呼んでくれます。前乗りの人の百瀬さんに結婚式もお願いしていて、うん、2人に国内挙式で撮ってほしいって思ってたビデオグラファーさんが友達と友情の杉井さんやったから、もう一番初めに連絡入れたのが杉井さんから、うん、会えてますかねって、うん、奇跡的に会えてたから、やったーみたいな。その2人の組み合わせも抜群、連携がすごかったね。全員それ頼むべきやと思う。ほんまにもうすごすぎる。プロってこういうことなんやって思った。リハーサル終わったらみんなが続々と来てくれてるっていう状況でしたね。いやもうここはもう家族と友達がいてくれてたから、おおそかな感じは出てたし、うん、背筋が伸びるというか、ちゃんとしなっていうのがあったよね、うん、この日は無事晴れてくれたから、会場大きな窓が正面にあって、そこに私たちが立つんやけど、空っていうのが一つのテーマである挙式会場だから、うんうんうん、雨でもいいけどやっぱし晴れてほしいよねみたいな景色だったよね。ここも良かったよね、うん、挙式会場と披露宴会場の中間にある、うんうん、その階段を降りてきて、その下のところでみんなで写真撮ったり、ゲストの方はウェルカムドリンクをそこで準備してたから、それ飲みながら私たちが登場するのを見てもらってるっていう。結構これは良かった気がする。もう国内式としてはゲストとの触れ合いを大事にしてたから、うん、私のヘアメイクはもういらないですって言って、うん、もうその時間をゲストの人とたっぷり使いたいっていうふうに言ってたから、新郎新婦のお友達とか会社の人とかと喋りながら写真撮影するっていう、うん、そこで多分みんなもリラックスしてくれたなっていう感じで、うちらもリラックスできたし、うんありがとうございます。テーマは1個の部屋の中に2つのスペースがあって、披露宴会場とその後ろにあるビュッフェ会場があって、ビュッフェ会場をパピーが美女と野獣にしたっていう風に言ってて、じゃあ手前はロイヤルウェディング風、なんかシンデレラとかのそっち系のイメージにじゃあしよう、ロイヤルファミリー感って言ったらブルーになって、テーブルクロスをブルーにしよう、そっからプリンセスになっていった方が流れとしていいよね。これも良かったよね、うん、その最初天井暗くて、うん、バッてこう光が入ってくる仕様になるよね。南フランスをイメージしてる会場を私たちが選んだから、うん、白色っぽいところにブルーと、うん、あとイエローを基調にしたものにしました、うん、ここでもゲストとの距離がすごい近かったから、うん、たくさんこって大体離れてるけど、でもなんか目の前の人と普通に喋るみたいな、うん感じができたから、結構みんな喋りに来てくれてたから、うん、来やすい雰囲気になっててよかったね。違う、うん、その写真見てもいいのかな、うん、プチサプライズダンスね、うん、頑張ったね、うん、ヘビのお友達のダンサー勢がのダンサー勢が頑張ってくれましたね。俺の話が泣いたな。それが私は親友にお願いしたので、それもサプライズやね。いろんなことを乗り越えた親友と一緒に歩いてほしいなって思ったから、パピーはお母さんに、ね、で、おいらの話が終わって、私たちの披露宴のコンセプトの美女と野獣でイエローのドレスを着て、私もヘアメイク美女野獣風にして、ブーケも私だけが赤いバラを持ってる、真っ赤やったらちょっときつすぎるからアプリコット系のお花を交えながら入れてもらって、主役だからね。で、花嫁の手紙をやって、しっかり泣き、家族を見たら泣いてた。おきゅう。しっかり泣いてくれてて、友達も泣いてくれてて、泣かしに来てるって後で言われた。そういうつもりはない。新郎の言葉で6分の1ぐらいだったんだ。うん、そうや。びっくりしちゃった。結構でかいところをスパッと飛ばして。終わったで、趣味にかかった。あいつ飛んだで。ペペはあんなに泣いてたのに、じゃあ顔が写真残ってる。でも聞いてなかったから、お互いその花嫁の手紙と新郎の最後の締めのことを、てか助けてあげることもできないから、うん、あ頑張れんって思いながら、今日カンペなしでよく頑張りました。
人とは内容の濃さも違うかな。ゲストの人たちとの絡みも多分全員3回ぐらいは写真撮ってるよね。1回が普通で2回撮ったらまあ多いかなみたいな感じやけど、何回も何回も撮るし喋るし、うんうん、結構、はい、よかったね。無意識と淡い挙式で全く違うわけやんか。淡い挙式は2人挙式 で国内挙式はゲストの方と親族を呼んで結婚式をしたけど、その2つの違いってやっぱしゲストがいるかいないかがすごい大きかったやんか。淡い挙式はもう2人の思い出として夫婦として大事にしようっていう挙式のコンセプトで、でも国内挙式をどういうコンセプトにしようかってお話しした時に、どれだけゲストの人におもてなしできるかっていうのを大事にしようっていうふうに決めたね。結構大事で、他の人の結婚式とか行っても距離遠いとか結局喋れないまま写真だけ撮って帰ったみたいなっていうのもあって、うん、それかあまり祝福した気にもなれへんから、もっと触れ合えた方がゲストも楽しいんじゃないかなって思ったから、うん、触れ合えてっていうのはあったね。コロナっていうのもあったし、そのハワイ挙式でさゲストが来れないっていうことを経験それぞれしてたわけやんか。そういう状況でも誰一人コロナやから無理みたいなこととか、えコロナやのにやんのみたいなことを言ったゲストの方が誰もいらっしゃらなくって、おめでとう、行く行く、楽しみにしてるみたいな、頑張ってみたいな感じで、いいことしか言われへんかったの。じゃあそのゲストに対して感謝もあるし、こういう状況下の中でもなんか自分たちの結婚式のために集まってくれるんやっていう嬉しさがあったから、それを恩返しじゃないけど返したい思いはすごい強かった、うん、それはその挙式会場を決める時でも一番重要視してた。どれだけゲストと関われる時間が多いのかと、うん、まあ、その食事が美味しいかっていうのを、もちろんその挙式の雰囲気とか披露宴の会場の雰囲気とかももちろん見てたけど、何よりゲストのおもてなしできるかっていうことを一番大事にして国内式の会場を決めて、まず2択としてホテルか専用式場かっていうところで、まあ、ホテルもかっこいい、でも専用式場のカジュアルさ柔らかい方も欲しい、うんうん、で結局選んだ式場はいとこ取りというか、うん、最初の入り口のところはちょっとホテルっぽい感じで大阪な感じだけど、披露宴会場とかは柔らかい雰囲気で触れ合えるし、うんうん、よかったよね、うん、やっぱりご飯が一番記憶に残るわけやんか。ホテルも食べたし決めたところも食べたけど、うん、そこが一番美味しかったね。美味しかった、うん、おもてなしってなった時に一番大きく出てくるのは食事やから、うん、ここは会場選ぶときもそうやし、ここの会場を決めたときにどの料理のコースにするかっていうのも、そこはちゃんと量とか出てくるものとかはきっちり考えてやる。アルコール飲めない人もいるから、うん、それに配慮したノンアルコールカクテルとかソフトドリンクとかもあったから、うん、それも決めてやる。自分たちの常識の中では私は全くアレルギーがない人なので、うん、そのアレルギーがみんなが意外と飲めるものってカフェインやったり、でもカフェインが一切無理な人もいるわけやんか。だからそういうアレルギーがあるっていうのをちゃんと念頭に置いて、お食事とかは買いやすいけどドリンクって買いづらいから、そのドリンクもちゃんと挙式会場を決めるときにその食事を大事にしてるカップルさんやったらチェックしといた方がいいと思う。気をつけることかな、挙式をする準備する上でね、うん、2人挙式と違ってゲスト式って引き出物とか引き菓子とかお渡しするわけじゃないですか。うちらが知らない常識っていうこととかもやっぱし多いわけ。昔ながらの結婚式で必要なもの、パッとそのカタログを見ただけでは書いてはいない。お祝儀をいただいている分、うん、ゲストにきちんとお食事もそうやけど帰ってきて後のそういうギフトっていうのも満足度がやっぱし変わってくる、うん、で結婚式の怖いところって気をつけないといけないところをおろそかにしてしまうと今後の関係性が崩れてしまうんです。それってよく聞く話で、そこはやっぱし気をつけないといけない。でもうちらだけでは気づかないことがやっぱし多いから、そういう部分では一旦親に相談した方が絶対いいと思う。
演出とかは別にそんな相談せんでいいかなと思って、私も相談してなかったし、サプライズがそもそもいいやんか、その来てもらった時に。だけどゲスト関連のものっていうので失敗してしまうと、親がそういう教育してるっていうふうにやっぱし思ってほしくもないし、うちらもやっぱし来てもらうっていう人たちってさ、やっぱし大事に思ってる人たちやから、なんかそこで悲しい思いをさせてはいけないと思う。例えば沖縄とかハワイでゲスト呼びますとかってなると、逆に引き出物多いと持って帰りづらいとかってあるから、それはね、なんかギフトカードとかの QR コード読み込んでもらって、何万円分っていうのがあるから、それで好きなものを選んでもらうっていう形式とか、あとは郵送ができるのかっていう確認とかしといた方がいいかな。そうそう、郵送パターンもある、うん、郵送パターンもある。自分たちの結婚式って思ったとしても、親にちゃんとチェックしてもらった方がいい部分はあるかな。まあ親も安心やし、自分たちも安心かなっていうふうに思うかな。遠方から来てる人の行き方とかの説明とか、シャトルバスがあるのかどうかとか、ゲストが来やすいかどうか、親族とかやったらお着物を着てもらうことが多いから、その着替えの時間とか駐車場があるのかどうかとか、誰が駐車場を止めれるのかとか、人が心配事がないよっていうのをチェックしといた方がいいかな。そのヘアメイクとかでも親族しかできないパターンもあるし、友人がしてもらえるところもあるから、その確認を取った方がいいし、親御さんとかやったら着物を持ってくるっていうパターンの人もいるし、あとはレンタルやったらいつどこで受け取りがあるのかっていうのもちゃんと自分たちも把握しておいた方がいいかな。ゲストがその日に困らないものは何なのかっていう、まあ、会場によってそれはチェック項目が違うから、自分たちがゲストになった時のことを想定して確認した方がいいものっていうのは、早めに確認を取って、そのシャトルバスの予約とかがいるんやったら、そういう予約とか時刻表とかっていうのは先にチェックしといた方が、シャトルバス駅直結でシャトルバスがある場合はそれでもいいし、逆に駅からちょっと歩く人もいますってなると、徒歩何分ですとか場所は伝えても、いや行き方わからんとかっていうこともあるから、うん、実際に自分らが行ってみた時に、うん、この道がいいなとかっていうのを見て、うん、伝えてあげた方がよりベター。ゲスト目線で基本物事は考えた方がいいかなっていうところが注意点、そこは結構気をつけて、うん、はい、国内式はゲストを呼びましたね。あったかいよね。何よりやっぱし、こんなに素敵な人たちに囲まれて自分は愛を誓えるんやみたいな嬉しさと、みんながいてくれるからこそのあったかい気持ちになれるっていうのが大きかったかも。シゲストを呼ぶってなるといっぱい気も使うし、準備とかその席札とかもそうだし、メニュー表もそうやし、席札の裏にさ手紙書いたりとか、ドレスのドレス当てゲームとかの景品のことも考えたりとか、ドレス選びのさゲームでもカラーとかでもさ、どういう風なカラーがいいかなみたいなとかでも、私やったらもうベルって決まってるから、その待ちベルなのかとか、愛の芽生えのシーンの場所なのか、舞踏会のシーンなのかとか、図書館のシーンなのかとか、そのシーンでどれでしょうみたいな感じで投票を面白くしてみたり。この屋敷の方はストーリーがあったよね。その受付の場所からもストーリーが始まって、会場に向かっていくにつれて美女野獣のコンセプトに最後たどり着くようなセッティングにしたりとか、ストーリー性がある方がゲストも入りやすいかもしれない、もう自己満足にだけならないように。でもゲストのことだけ思うんじゃなくて、もちろん自分たちがその結婚式してよかったっていう風に思うようにはするべきではあるから、自分たちが叶えたいことはちゃんとその場その場で散りばめられるように、いろんな壁にぶち当たることはあると思うけど、それを頑張って乗り越えて2人で協力し合って、当日はもう一番人生の中で楽しむっていう気持ちになって、最高の一日を過ごしてもらえたらいいかなっていう。
ということで、本日の動画はこちらまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったよって思ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。素敵な結婚式になること心から祈っています。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you soon. バイバイ。